うちだりやのレコメンフライデー大事件なんですけどもしかして、うん、4月からの月九ドラマ風間君ちか共情ゼロ第一話に出演しますわ女優だなんか女優っぽいですよね あのツイッターで見ました。え、これはもしかして内田理央さんみたいな、はい、<laughs> あの協力、ね、シリーズを特別ドラマなのかなうん、うん、で私を見させてもらっていたので、はい、は、うん、もうすごいめちゃくちゃ緊張しました。ね、はい、月九。<laughs> 木村拓哉さん。あ、そうなんです。初めてお会い。初めてなんですね。でも、この今回、この風間教官っていうめちゃくちゃ怖い。あの警察学校の先生の役をされていて、それが。教場を見たことある方は多分知ってると思うんですけど、本当に厳しい。あの教官なんですよ。その、あの風間教官のお話なんですね。今回はその。どうしてこうなったかっていうお話なんです。 風間さんがはいそれがすごく面白いのでええじゃあこうエピソードゼロ的なそうなんですだから助ゼロなんですよ本当めちゃくちゃ面白くて<え>私はもう一足先に第一話の台本は読ませていただいたんですがこれはまだ見てないよって方は「共場、うん」あの助シリーズを見直した方がいいですね、うん、今。じゃあそのゼロ第一話ってことは、うん、内田さんは、うん、まあその風間さんのこれまで やからいんでもなんか私はこれ結構第1話の一番最初に出てくる何ていうんだかね。一番シーンというか写真で拝見しましたけど第1話が始まってまずそのストーリーに出てくる人間なんですけれどこれね全部ネタバレになるんで何にも言えないんですよひ言も言えないんですけどじゃあ現在とか過去とかも言えないし何にも言えないんですけどなんかミステリアスな女性です。 私は、はい、あのが警察学校のものではないというか事件にまつわる人なので何、うん、て言うんですか生徒とかではないんですがちょっとた,ただミステリアスな役,の、うん、役として、まあ、生徒としてじゃなくて事件に関わるものとして風間さんとこうなんて同じシーンを。 はいち、ちょっと、受じゅじゅ。<laughs> 例えられて、例えられて、なので、ちょっとこれは、あの、ぜひ、うん、楽しみにしていただいて。え、最後、最後生きてる?い。う <laughs> 言えません。よ <laughs> そんな、必要と言いませんよ。<ー>ただ、すごい、私がとかじゃなくて、うんうん、もうめちゃくちゃ話が面白いし、うんうん、すごいそれを感じるあと現場はもう。 去年の話なんですけど撮ってたのは去年だから、まあ、結構思い出としてはちょっと前なんですけど、はい、もうこう,もう一つ一つ時間とお金と魂を込めて作品を作ってるみたいなピリピリ感と壮大な感じがもうすごすぎて私のこの役者人生的にもものすごく経験できて<ー>光栄、うん でした。だって、あの写真一枚からも、その空気の重さ伝わってきました。死ぬ気で、本当に、やらせていただきました。はい。なので、今から、次、ね、その一月からの月九なので。あの、まだ、あの、教授を見てないよって方は、多分、フォーディーとかで、見れると思うので。ぜひ、予習お願いいたします。はい。 ウリスタリオの「レコメンフライデー」。